車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はついに完成したうちのイカれた従業員の車を紹介したいと思います。とにかくごちゃごちゃ言う前に見てもらいましょう。こちらです。皆さん言いたいこと、おのおの思うことがあるのは分かります。ただちょっと待ってください。まだ慌てる時間じゃない。詳しくこれから解説します。石井君にとってもちょっと刺激が強めの卑猥で卑猥じゃあ早速僕がソロで今回こちらの車を紹介していきたいと思います。もうとにかくインパクトがありすぎて、皆さんいろいろ感じるところはあると思うんですけれども、今回 S500 を全部水色チャイナブルーで仕上げてあるこちらの車なんですけど、でこれどういうことかっていうと、まずそのカスタマイズの一つの手法ではあるんですけれども、最近特に海外、ヨーロッパ、アメリカ、いろんなところでもう車のカスタマイズの枠を超えて、もうそのファッションとかライフスタイルにこう昇華している感じで、一番多分有名なところでいくと、キム・カーダシアンが自分の車3台を全部グレーにオールペンして、いろんな SNS だったりに登場したのが皆さん知ってる方もいると思うんですけれども、その他にも結構プロバスケットボール選手とか有名人、著名人、あとはセレブの方なんかが、自身のライフスタイルのもう延長線上で、車含めてアピールするためにこういったカスタマイズが最近結構海外とかで盛んに行われております。大体は白とかグレーだったりとかするんですけど、中にはこう水色だったりベージュだったり、とんでもカラーで施されている車両もじわじわ増殖中でございます。でこれつまりはどういうことかっていうと、キム・カーダシアンの、インタビュー動画なんかを見るとすごい分かりやすいんですけど、あの人家も全部グレーなんですよ。で自宅の庭にバスケットコートもあるんですけど、それもグレーだったりとかして、そういうスタイルに、車が使われてるっていう感じですね。だ今まで車のそのカスタマイズってどっちかっていうと、その1分の1プラモデルみたいな感覚っていう方が多かったと思うんですけれども、最近海外で増えてるこのペイントマッチ、カラーマッチに関してはもうライフスタイルとかファッションの一部としてそういうのが取り込まれてるっていう感じですね。で実はこの手のカスタマイズって昨日今日で出てきたカスタマイズじゃなくて、遡るとメーカーが昔からやってたりします。一番こうメジャーなところでいくと、ポルシェのフロントエンジンのやつですね。あれだと結構黄色でホイールとボディがまとめられてたりとか、あとワインレッドとか青とかでまとめられてたりとか、その辺はライフスタイルとかファッションではないんですけれども、その車のこう強烈な個性をアピールするためにそういう手法が取られてたりする。で最近だと、ちょっと系統は違うんですけれども、バージルがデザインしたマイバッハとか、つい先日行われたオートチャイナ北京モーターショーで展示されてたマカンの EV なんかもピンクのボディに、少し違うんですけどホイールがピンク系のホイールをはめられてたりとか、昔も今もそういったメッセージ性の強いアピールをする時なんかに用いられる手法でございます。でいろいろこれもやり方があって、ボディとホイールだけ同色にする方法もあるんですけれども、今回はもうとにかくグリルだったりこの辺なんかも全部チャイナブルーになっております。で実はこの車元色はマッシルバーでございます。ボンドボディの、製作シリーズ順番に見てくださっている方だともうご存知のところだと思うんですけれども、なんと車これ全部大部分はラッピングでチャイナブルー、ベンツのゲレンデとかでおなじみの色ですね。聞いた話によると本国だとこの水色で S クラスもオーダーできるらしいんですけども、日本は基本的にこの水色チャイナブルーないはずなんで、かなり目立った印象になっていると思います。でこのフェンダーとかボンネットとかバンパーのこういう大きいパーツに関してはそのチャイナブルーのラッピングで色替えが施されております。そして今回全部同色で仕上げてありますんで、このグリルの中のフィンなんかも全部分解して、でこちらに関してはフィルムがさすがに全部巻き切らないんでペイントで仕上げてあります。でコメントでもいただきましたけども、このセンサーのところ、これも中途半端な加工をしちゃうとこのセンサーの感度に影響が出ちゃうんですけど、ボンドボディの技術でセンサーに感度が影響出ないようにちゃんと同色で仕上げてると。で見てください、この
カメラのボディとかこのナンバーのベースとかそういった細かいところまで全部、そしてフィルムに合わせて今回全部調色してますんで、どこが塗りでどこがフィルムかわからない、そんな仕上がりになってると思います。でもちろんあのこのカラーマッチ、ペイントマッチって呼ばれるカスタマイズの手法でもあのレベルがあります。いろいろグリルは塗らないパターンとか、まあ、ホイールもバイカラー、ダイヤモンドカットとボディ同色のコンビになってるパターンなんかもあったりするんですけど、今回は多分日本でここまでやりきった車1号車ということで、もうとにかく全部やりきる、やっぱり最初インパクト大事ですから。そしてうちの従業員もどうしてもこのスタイルで仕上げたいということで仕上げたので、もうとにかくインパクトが一番強い、もう全部塗りで仕上げてあります。だからこれグリルを純正のザラザラ残したりするともっとこう自然な感じで仕上げたりすることもできます。でこの手のカスタマイズ、本当インスタグラムとか探してもらうと本当山のように今出てくるんで、まあ見ていただければいろんなレベルで仕上げられるっていうのは分かると思います。そしてその他にもミラーとかこの辺はかなり複雑になってくるんで、全部ペイントで分解して仕上げてあります。なのでこっちに回ってきて、このミラーの内側なんかも全く分かんないですねぐらいの仕上がりになってると。そしてこのドアノブなんかも、はい、出てきたここまで全部水色になっております。こんな感じ。この辺なんかはフィルムですね。すごくないですかこれ。そして気になる足元の方は今回この AG のディッシュのホイールがはめてあります。まあ、もちろんそのノーマルで行くっていうのも一つの手なんですけど、今回はそのあくまでカスタマイズの一環でやってますんで、 AG のこちらのディッシュのホイールで、こちらに関しては AG でパウダーコートで塗ってもらってます。なので厳密に言うとパウダーだと細かい調色ができないので、まあ、全く同色っていうわけじゃないんですけど、限りなく近い色で仕上げてもらってますんで、こういった一体感のある、そしてやっぱりこの手のカスタマイズだとスポーク系のホイールよりかも、まあ、車的にもそうですけどディッシュが非常に似合うと、もう本当におもちゃみたいなこんな感じの仕上がりになってると。そしてセンターキャップはこの周りのリングまで全部チャイナブルーで、この回らないタイプのフローティングの AG のセンターキャップになっております。そしてとにかく車高はベタベタです。多分日本一低い223に今なってるんじゃないかなと。で223結構あの車高を下げるのにいろいろコツが必要で、ここまで下げるのはちょっとマル秘の作業をしないとできないんですけれども、ほぼこのままの車高で走れちゃうというとんでもカーでございます。そしてぐるっと回っていくと全部好きなくやってあるんで全部水色です。一部そのドアのヒンジだったりとかっていうのはシルバーが残ってたりするんですけど、まあ塗ろうと思えばできなくはないんですけど、まあ、ラッピングで対応するのはちょっと難しいのと、ドア閉めちゃうとさすがにわからないのでそこまではやってないんですけど、こんな感じでドア開けた細かいところなんかも全部仕上げてあると。そして後ろもこんな感じで、はい、もうエンブレムもこのリアのガーニッシュもバンパーもマフラーもマフラーの中も全部水色で仕上がっております。でこの手のペイントマッチ、カラーマッチするときに非常にこう外せないポイントとしては、この現行車種これでやるっていうのはかなり重要なポイントじゃないかなと思います。でやっぱりこの辺が例えばなんですけど、前方前々方 S クラスでこういったちょっと奇抜なカスタマイズをすると少し意味合いが違ってくるかなと。でもう一つはまずやらないであろう車種でやるっていうのがもう一つ意味合いがあるかなと。例えばこれが E クラスとかもう極端な C クラス A クラスで同色系にやっちゃうとこれまた違った意味合いになっちゃうかなと。なので現行車種のこのトップレンジでやるとやっぱりインパクトがあるし強烈なアピールにつながるので、まあ、そこは外せないポイントじゃないかなと思います。ただ例外的に例えば小さい車ミニとかアバルトとかあの辺でやるのは、まあ、ちょっと別の意味合いになるかもしれないですけど、個人的にはかなり面白いんじゃないかなと思います。というわけでどうですか皆さん。
こんなカスタマイズだ。もうカスタマイズというよりかはもう本当にファッションの一部っていう感じで捉え直してもらうと違うんじゃないかなと。さあ、というわけで今回このうちのあたおか従業員の S クラス見ていただきましたけども、いかがでしょうかって聞きたいんですけど、まあもうそういう問題じゃないなと。もうこういう強烈な個性、もうとにかくその車のカスタマイズの枠を飛び越えたファッションとかライフスタイルの一部としての車の捉え方、まあ、全く新しいものとして今後車のカスタマイズの方向性の広がりにもつながってくるかなというわけで、うちの従業員がどうしてもやりたかったこの223のカスタマイズ、そしてですね、今回はもう本当に全部塗りでこのチャイナブルーで仕上げたんですけど、本当に他にもいろいろやりようあると思います。まあ本当に車、白、黒、シルバーが定番だと思うんですけれども、こういった色で遊んでみる、そしてこのペイントマッチ、カラーマッチと言われるこの手法でも、他にもベージュ系とかグレーなんかだったりすると、かなりいろんな車種で汎用効くと思いますんで、ここに続くカスタマイズ、皆さんやってみてはいかがでしょうか。じゃあ最後になりますけど、前回もお話ししたんですけど、結構エアロつけて何百万円っていうカスタマイズの仕方も一つです。ただ今回みたいにこうやってフルラップで色替え、まあもちろん本当に3桁万円かかるケースもあるんですけど、まあ車のイメージをガラッと変えられて、まあ、新しいことに挑戦できると思うと、あんまりこううわラッピング高っていう感じでもないんじゃないかなと。で、細かい傷を守ることもできますし、さらに最近は PPF って言って、そのプロテクションも割と激しめの傷も守りつつ、こういうオールペンに見間違えるようなフィルムなんかもありますんで、まあいろいろご相談いただけると本当に面白いことがいろいろできると思います。ぜひモンド東京だけじゃなくてモンド各店お問い合わせください。というわけで、モンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。